はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルうぷぬしのピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回やっていくステージはエクストラエリア11、新地獄の赤く染まる川岸、地獄のラブリービジター、こちらですね。まあつい何回か前の時にね、あのビジターの伸ばし棒だけを点々点に置き換えるんだったら別に関係ねえんじゃねえのみたいなことを言っていたステージです。こちらウェーブが1、敵ユニットが6、敵の属性が火が2、地が1、念が2、闇が1となっております。敵の配置だけ見ると、まあ火2、念2が先にドドドンと来て、で裏の方に地と闇の大ボスが控えてるという形じゃないかなと僕は予想しております。まああくまで予想なのでね、どうなるかはわからない。で、今回もまあレベル100でね、あの属性をばらけさせるっていうのがかなり難しくなってしまいますので、やっぱり1点属性突破、1属性で突破していくのがまあいろいろとね組み合わせ的にもうまくいくということでね、今回はこんな感じのパーティーでいきたいと思います。まあ初登場、水橋パルティさん、パルティさんですね。こちらのキャラクター、属性変換持ちのキャラクターなんですけれども、ディレイ1のやつで属性変換でパッシブスキルがね、まあ属性変換のキャラでは珍しく瀕死特攻、しかも威力が 400% で、自強化で高速を上げられるということでね、高速上げての HP が少ないところでの高威力爆弾をやれるという、まあ、アタッカーになれるね、可能性っていうか普通にアタッカーとして運用できそうなぐらいのね、キャラクターでございます。はい、でもまあ装備はあくまで、属性変化を巻く役割ということでね、速度重視の装備です。あとはねこうやって改めて気づいたんですけれども、あのこうパーティー編成の画面で見るとパルシーさん HP が高いんですよね、無限姉妹とかがまあ、 あの6500とか6000ぐらいで、水着の大妖精ちゃんも6000ぐらいなのに、パルシーさんだけ7200ぐらいあって高っってなってるんですよね、っていうことです。はい、まあ、HP の高さもあってね、瀕死特攻のやつとかも耐えられるんじゃないかとなりました。はい、ということでいきましょう。赤く染まる海岸じゃない川岸、地獄のラブリービジター、難易度ルナティックスタートです。ちなみにね、サポーターとしてクリスマスのレミリアさんか、それとも大妖精ちゃんかって迷ったんですけれども、まあ瀕死特攻持ちで長く耐えてもらいたいっていうことを考えると HP 回復持ちの大妖精ちゃんの方がいいかなと思い、大妖精ちゃんの方をねやっております。出てきたのがこれがヤマメちゃんとキスメさんで、サナエさんにこれ清姫か。パッと見で CT ブースト持ちが2体いるのが怖いところですね。2体か。で属性的なやつが、サナエさんとヤマメが、非属性じゃないキャラクターで属性変換の対象となるんですけれども、どうするか。でも先に倒すのは属性的に全体が苦手となってくるヤモイちゃんなんですよね。とりあえず敵の能力見ていきましょう。サナエさん TP2 技威力100、炸裂攻撃2回攻撃の50% の全体結界、 CT ブースト 100%。 結界か、それは厄介だな。攻撃よりある意味厄介で、キスメちゃん TP1 技威力150、炸裂攻撃のいずれかの能力 10% 減少で、全体の攻防を 25% ダウンの速度が 50% 増加。この速度が 50% 増加っていう値が240なのかな。で、清姫さん TP1 技威力200、単体攻撃の自分の HP が少ないほど高威力で、低 HP ユニットを優先して攻撃の CT ダメージ 100% 防御、デバフしかね与えられないっていう。で低 HP ユニットなんで大妖精ちゃんが必然的にやばいですね。で、ヤマメちゃん TP1 技威力250、単体攻撃の CT30% 減少で CT ブーストが 100%、 あとはディレイ1技が全体攻撃で CT20% 減少なんで、こいつが一番撃たれたらまずい。なんでかというと一発目で結界 100% に張ってた結界が外されてしまうという、厄介極まりないねそれは。 CT を削れるキャラクターがいれば
なんとかなるんですけれども、まあ残念なことに現在のパーティーは CT を削れるキャラが皆無。悲しいね。まあ一応ね、属性的に血がいるから里前静葉でもってなったんですけれども、里前静葉は優秀なんですけれどもね、優秀すぎるがゆえにね、まあなんだろう、逆にどこでも会ってしまうから、それだけになってしまうとやっぱり攻略っていうね、まあ意味が薄まってしまう。脳筋が好きだけどさすがに脳筋オールだとねえ、またみたいなことになりますので、今回は見送ってるというお蔵入りじゃねえなベンチにね、控えてもらってますと。さあパルシーさん、なんだろうね、パルシーさんの手の位置からちょうどヤマメちゃんのさ、あのドットの糸が出てるから、すげえ一枚の絵みたいに見える。さてとりあえず高速上昇をかけて、まあ純烈なんですよね、この属性変換のやつが。なのでヤマメちゃんをかけましょう。まあサメさんはしょうがない、最悪全体攻撃一発でね、あの威力とかは重視しないんで、大寄せちゃんの攻撃とかでも剥がせるんで、結果1回ならばで、あっそうだ、 30% のこれあるじゃん。あーでも防御上げておきたかったんだよな。まあそれは後回しにしよう、まだ HP は満タンだから防御はちょっと今は捨ておきましょう。オッケーオッケー、いい感じにやってますね。あとはここのやつでグランミラージで防御を下げる。倒せなさそうだな。これは動かすキャラクター間違ったか。幻月ちゃんの方が良かったよね、ここ。ちょっと失敗か。まあでもしゃあない、うげえ、大体2265、えぐいなダメージ。これは完全に間違ったな。結界張られた後にチャージ入れても当倍にしか入らないしな。さあこの状態ヤマメちゃんを倒すには、ヤマメちゃんの HP が今2300ぐらい、チャージを入れてなんとかなるか、問題はそこですよね。どうしよう。この場合次誰が動く。そうだね、まあ次動くのは敵の清姫さんか大妖精ちゃんか、どっちが早いかぐらいのレベルか。大妖精ちゃんでも先動いてもなんともならないんだよな、チャージ入れて一撃で投げ払うっていうのがいいんだろうけど、威力300そのままの段階で通るとね、半減と2倍とが相殺し合うんで、そのままのダメージいけ。よし、唯一落とせなかったやつだけ落としたけど、後ろから出てきたのは魔天使さんじゃないですか、あなたは。マジか、後ろからね CT100 のやつが追加されるとは思ってなかった。さあ魔天使さんが TP ニアザ威力150、全体攻撃の能力上昇 30% 緩和で、撃たれたやつがこちら側の攻撃と防御を 25% ダウンで、 CT ブーストが 100% と、まあ今となっては意味のない 100% の説明ですよね、もう撃たれちゃったから。キスメちゃんが今1682、サナエさんがあれだからね、とりあえず減らしにかかるのがいいんだろうけど、清姫さんがちょっとまずいんだよね。あとは今かかっているダメージを下げる能力がね、障壁だけ、 30% の障壁と 20% の障壁だけか。あ、弱体、弱体防御、あれ、あ、弱体防御は違うわ、それはデバフ防ぐやつだ、びっくりした、防御っていうやつに今騙された。ねだから 50% のやつが4回発動する。大妖精ちゃん大丈夫か、本当にちょっとね、一番心配なのはそこ、バフはかかってはいないので、キスメちゃんを巻き込む形でやりましょう。あと一旦なんとか耐えてくれれば、属性変換が後ろから出てきたのは小石ちゃん、マジですか、それはまずいよ、危
死んでもおかしくなかったぞ今の。いややっぱ油断すると死んね。さあ小石ちゃん TP、TP 宮沢威力250、全体攻撃の CT 50% 減少で、スーパーエゴで攻防が、50% 上がる自強化ですね。で CT ブーストが 100% CT ブーストの爆盛りですね。みんな CT ブースト勘弁してほしいぞ。まあでも大妖精ちゃんが動けたのはでかい。これがあるとないとでは全然違う。さあ誰を上げるかで言われたらパラシーさんでも実況家でね速度が上がってるので動いてほしいキャラクター。あと TP ブースト TP ブーストじゃない TP 削りを誰が持ってるか、それが持ってるキャラクターと持っていないキャラクターが、そうだね無限姉妹が持ってんのか。無限姉妹が持ってんのはそうなんだけど誰を動かすかって言われたらどっち、どっちだ。幻月ちゃんを動かす方が良さげかな。うん、あの無月ちゃんは技2つがあるんでね、基本リレー1技で使える技が2つあるんで、それを考えるとこっちの方がいいと思う。で攻撃を下げておくか、いや攻撃じゃないな、清姫の速度を下げておいた方が良さそう。小石ちゃんはまあついでに食らったけど大妖精ちゃんがお亡くなりで出てくるのはゆかりさんの方がいいかな。ゆかりさんはこっち障壁とかはまあそうだけど速度を減少させるキャラがいいか CT を減少させるキャラがいいか。まあでもゆかり様は出してもなんとか変更効くからな。出した後に判断。あーこっちはゆかり様じゃない方がいい。 TP を削れる方のセイガさん、魔導セイガさんの方で削りに行った方がいいはず。特に清姫は速度が速いしね。サナエさんは待ってたら死ぬと仮定しよう。そこは仮定論、仮定するしかない。無限共鳴で全体をなぎ払うサナエさんがお亡くなり、ナイスアタック。さあこちらも無限共鳴でなぎ払う清姫を倒す。OK ですね。あとは属性属性変換が可能になりましたんで、どっちを属性変換するかを決める。そうだね。攻撃時に速度を減少してくるの。方が嫌か、それとも能力上昇 20% 可能してくる方が嫌か。どちらもどちらとって嫌だけど、能力上昇を緩和させられるのがまあ現状速度とついでに攻撃も下げられるんでまずいということで、こちらをやります。属性変換で、CT は削りましょう。動かすっていうことさえしなければなんとかなるけれども、敵の方が速い。残念だね。ブランミラージュをやっで魔天使さんをとりあえず落としておきましょう。 OK です、ナイスアタック。さあ無限共鳴をやるか防御を下げるか。そうだね、無限共鳴でなんとかなるでしょう。ここまで来ればなんとかなるだろう。全体をねなぎ払いされない限りは TP さえ貯めさせなければ勝てるはずで、OKOK で、セイガさんは交代でゆかり様に変えましょう。でゆかり様の単体のやつで CT を 50% 減らす、ナイスですと。で、それをやるとさらに属性変換が可能になって、これでおしまいですと。 OK です。いやまあ大妖精ちゃん殺された時はやばかったと思いましたけれども、なんとか勝てましたね。セーフ。うん、これでね大妖精ちゃんが殺されて、その後無限姉妹のどちらかがやられたらもう詰みでしたね。よかったよかった。ということでね、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。